中です。大地さんです。今日はこれ撮れてますかね。はい、大丈夫ですね。ちゃんと撮れてます。2回ぐらい声だけでしたからね。何やってるか全然わからなかったです、ね、寂しかったです。ですね、はい、じゃあヴィンテージ、はい、ヴィンテージ、もう数回やりましたが現在この楽譜の感想っていうところまで行ってますね。そうですね、はい、じゃあ一回そこまでやってみましょうか。あ、いけるかないけるかな。まあちょっと間違えてもいいので、はい、練習の成果を、はい、ではお願いします。はい、はい、すいません。そうですね、あんまりできてない、できてないのでどうしましょうね。もう一回やりましょうか、はい、これであんまりできてなかったらちょっと考えましょう。はい、はい、いきます。1回目よりは良くなりましたけど、なんか不満そうな、髪切った？切ってないです。あ、切ってない、はい、なんか前髪が、あ、前髪切りました。前髪切ったね。ちょっとなんか顔が不満そうな顔になっちゃったなんでできなかったから悔しい。いや、すいません。どうしましょうかね。まあとりあえずちょこちょこあるんですけど、じゃあ先行きましょうか、はい、すいません、はい、お願いします。Cメロ、はい、じゃあここ1回聞いてみます。はい、しばらくじゃばっかり、やけに錆びついたり、剥がれてしまった記憶があったとしても、何一つ隠しつくこと。これはあれですね、なんかちょっと譜面難しそうに書いてますけど、はい、バスドラは普通に四分打ちですね、はい、タムがちょっと入ってくるんですね、はい、丸がついてるのはこれライドかな、ハットかな、ね、え、ハットっぽい、ハットっぽいタムを入れてるところがね、はい、あのハットがお休みされてるので、ハットですね。ハットがちょっとこうちょっとだけ開き気味になってる。これ難しいな、この曲で。こっちでやりましょう、はい、まあ譜面だとこんな感じかな。このタム戻ってくるときに遅れないように、はい、右手と右足が今一緒になってるからこれはずれるんでね。スネアとバスドラは一緒になる。それを3小節間やって、はい、ここなんかフィルみたいな感じだね、4小節目は、はい。ここは多分この潰してるダブルストロークっていうんですけど、左手で2回やってる感じですね。これバスドラずっと踏んでてもいいかもね。だと抜けてるんですけど、はい、バスドラはずっといてもいいと思いますよ、はい、じゃあその4小節間はちょっとで
練習してみましょう。はい、違う違う。譜面を見てくださいね。譜面の楽譜がタンタタンになってますからね。タンツタタタタ。ドンタドンタタそドンタタタタタタタです。タン。足もずっと渋い。そんな難しくない。そんなに難しくない。よかった。せーの。もう遅くなってますね。タイミングで行かないとダメ、スネアの一箇所が変わるだけ。そこで詰まっちゃってるから、はい、その細かい練習する前に、はい、はいはい、では続けてやってください。はい、最初の3小節は、はい、だいぶできてくる、来てるようになったんで、はい、その4小節目の、はい、Cメロの4小節目のそこの部分をちょっと重点的に練習したの。はい、どうですかね。少しテンポアップしましょう。多分もうちょっと早いと。はい。そんな早いかな。曲のテンポを。90だ。ちなみに、はい、ではやってみようって一番最初にやるでしょう。でできないでしょう。これは完全にまだ体に入ってない証拠なので、はい、持って帰って宿題として体に入れる。はい、途中で間違えるのは。半分ぐらい体に入ってるんですよ。だけどいきなりやろうとしてできないのはほぼ体に入ってないから、うん、多分まどっかちゃんにとって多分これ新しいこう、まあ、英語の単語と一緒ですよね、うん、覚えるしかないっていうか、はい、なので覚えるにはもう反復練習するしかないので、はい、うん、頭でまずこれどんな感じだっけ整理してから叩いてみる、はい、うん、流れましたね。はい、そうやって頭でちゃんと確認してやればいいと思いますよ。はい、そしたら、はい、ここはその間奏から C メロのこの8小節間が、はい、多分一番前も言ったんですけどこの曲の難しいポイントなので、はい、この間奏から始めて C メロの最後まで行ってみましょうか。はい、これちなみに、はい、2,3,4 小節目全て頭が8分9分なんですよ、はい、同じ、はい、だからその8分9分をしっかり取ることが大事かな、はい、うん、はい、ここはもうひたすら練習するしかないです、
なのでちょっとじゃあ感想と C メロを休憩の間に、はい、練習して次の動画に行っていけるかな、どうかな。行きます。まあここができればね、あとは同じことの繰り返しなので、はい、まあ細かいことはいっぱいあるんですけど、はい、まずはじゃあちょっと8小節間を頑張ってください。はい、はい、練習します。では休憩。譜面にわざと書いてコピーすると、あ、こういう風に叩けばいいんだって分かる。耳だけでずっとコピーしてどうだろうってやるよりも譜面に書いても分かりやすい、はい、道しるべですね。スモアパレード。 The beats are grooving.